次に国田圭司君。国田君。日本共産党の国田圭司です。はじめにウクライナ情勢について質問します。ウクライナではロシア軍による民間人への残虐行為が明らかとなり、世界中が衝撃を受けています。ロシア軍が地上部隊を撤収させたウクライナの首都キーウ周辺で、軍服を着ておらず武器も持っていない市民とみられる人々が路上で多数死亡しているのが見つかった。ウクライナ司法当局は3日これまでに各地で400人以上の民間人の遺体が発見されたと発表しています。民間人殺害は断じて許されない国際法違反の非人道的行為であり、我が党はロシア軍による残虐な戦争行為を強く非難するものであります。林大臣のこの件についての所見を伺いたいと思います。林外務大臣。ウクライナ政府の発表や、各種報道によりまして、ロシア軍が占拠していたキーウ近郊の地域において無辜の民間人が多数殺害されるなど、残虐な行為が繰り広げられていたことが明らかになっております。我が国としては、ロシア軍の行為によりウクライナにおいて多くの市民が犠牲になっていることを極めて深刻に受け止め、強い衝撃を受けております。こうした無辜の民間人の殺害は重大な国際人道法違反であり、断じて許されず厳しく非難をいたします。こうした残虐な行為の真相は明らかにされなければならず、ロシアの責任は厳しく問われなければならないと考えます。我が国としても戦争犯罪が行われたと考えられることを理由に、ウクライナの事態を国際刑事裁判所 ICC に付託しておりまして、ICC 検察官による捜査の進展を期待をしておるところでございます。国田圭司君。キーウ北西のプチャの市長は300人以上が殺されたと告発しています。報道によると、道のあらゆる場所に遺体が横たわっていた。建物の地下室では体の一部が切断され、拷問されたとみられる子どもの遺体もあった。ある人は自転車に乗ったまま横倒れに、またある人は買い物袋を握りしめ路上で息絶えていたと伝えています。今大臣からもお話ありましたけど、ロシア軍による残虐行為の真相を明らかにする必要があります。国連のグテレス事務総長は、独立した調査によって責任を明確にすることが不可欠だと指摘していることは極めて重要と私は考えます。ロシアは調査を受け入れるべきだと考えますが、この件に関しての大臣の考えを伺いたいと思います。林外務大臣。我が国としていたしましては、グテーレス国連事務総長の声明も踏まえつつ、引き続き国連を含む国際社会と緊密に意思疎通を行って対応してまいりたいと考えております。無辜の民間人の殺害は重大な国際人道法違反であり、断じて許されません。こうした残虐な行為の真相は、明らかにされなければならず、ロシアの責任は厳しく問われなければならないと思っております。繰り返しになりますが、戦争犯罪が行われたと考えることを理由にして、ウクライナの事態を国際刑事裁判所に付託しており、この ICC の検察官による独立した捜査の進展を期待しております。奥田圭司君。後半は全く同じことを2回繰り返してるんですけど、ロシア軍による国際人道法に反する犯罪行為は、その責任を厳しく追及されなければならないと、ロシアはそのことについて受け入れるということを我々としては要求したいと思っています。次に、前回の質疑で取り上げた防衛省の陸上幕僚監部が作成した資料について聞きます。私は3月20日の本委員会で今皆さんにお配りしている配布資料1枚目、これにあるように、陸上幕僚監部が2020年2月4日の記者勉強会で配布した陸上自衛隊の今後の取り組みと題する資料で、予想される新たな戦いの様相として、反戦デモをテロやサイバー攻撃と同列し、グレーゾーンの事態に明示していた問題を
質問しました。その際、鬼木防衛副大臣は反戦デモという表記については合法的に行われている場合も含めて一様にグレーゾーンの事態の例として記述したことは誤解を招く表現だったと答弁されました。そこで改めて聞きますが、反戦デモをテロと同列視し自らの主張を受け入れるよう相手に強要するものとしてグレーゾーンの事態に明示したことは不適切だったと考えているんですか。はい、鬼木防衛副大臣。はい、お答えいたします。ご指摘の令和2年2月の陸上幕僚幹部による記者勉強会において資料を使用された資料に記載された反戦デモについて合法的に行われている場合も含めて一様にグレーゾーンの事態の例として記述したことは誤解を招く表現でありその意味において不適切であったと考えております。防衛省としては対外説明に際してこのような誤解を招く表現を使用せず正確で分かりやすい情報提供に努めてまいります。国田圭司君。この間官房長官もこの問題について指摘を受けたときには相変わらず誤解を招く表現だったとばかり強弁していたことは記憶に新しいところです。今日は改めて不適切だったということを認めるということですね。鬼木防衛副大臣。はい、合法に行われている場合も含めて一様にグレーゾーン自体の例として記述したということは、誤解を招く表現でありその意味において不適切であると考えております。北田刑事君。じゃあもう一度聞きますけどね、鬼木副大臣は前回の質疑で反戦デモの記述については2月4日の勉強会で参加者から擁護が不適切ではないかとの指摘を受けた。このため資料を一度回収して暴徒化したデモに修正した上で翌2月5日に再配布したと答弁されました。つまり参加者から反戦デモの記述は不適切だと指摘されなければ修正する考えは毛頭なかったということになるわけですね。再度参加者から記者勉強会に参加した人からこの反戦デモの記述は不適切だと指摘されなければ修正する考えは毛頭なかったということですかと聞いてる。4日と5日の件ですよね。はい、鬼木防衛副大臣。毛頭なかったというよりもその表記について不適切ではないかというご指摘はそうだと考えて修正させていただいたということであります。国田圭司君。明確にちょっとこう違うてんだよね。要するに当時は誤解を受ける恐れがあるからって言ってるからね。でその点で不適切だという質問があってそうは思ってなかったんだよねと当時思ってなかったことは明らかなんですよね。わかります。だから修正したってそう言うてはんねえから。あなた副大臣が答弁されたことと当時、担当官が説明したことは違う話をしていることを、指摘しているわけですよ。で要するにね、防衛省としては反戦デモの記述は誤解招くということについては少ししてそれぞれの性格の違いをちょっと言ってですね、適当に話をこう曖昧にしているということが特徴だと思うんですね。そこでね、資料に2枚目をご覧いただきたいと思うんです。2月4日の勉強会で参加者から反戦デモの記述が不適切だと指摘された際に陸幕防衛課の三浦秀彦防衛班長は国内で反戦デモが行われたとき例えば
どのようなやり方がされているのかというのはなかなか難しいのではないかと考える。それは2014年のウクライナの状況を踏まえれば、反戦デモがどのような組織の組成になっているのかというのはなかなか分かりかねるところがあると説明しています。これ出てますよね。で、副大臣三浦班長が2月4日の勉強会でこのように参加者に説明したのは間違いありませんね。鬼木防衛副大臣。はい、そのやり取りについて事実関係をお答えいたします。ご指摘の点について、令和2年2月4日に陸幕が主催した記者勉強会において、陸幕担当者が記者からの質問に対し、国内で反戦デモが行われたとき、例えば2014年ウクライナの状況を踏まえると、反戦デモがどのような組織の組成になっているのか分かりかねるところがあります、一義的にはこういった行為は法執行機関が対処すべきですが、軍事力を使っているのかいないのかわからない、我が国の治安を乱すような行為への対処を考えていかなければならないと思いますと発言したことを確認いたしております。またこの発言に対し、記者から基本的にはデモは平和に終わるものであり、デモをグレーゾーンに認定するのは乱暴かと、いかにも破壊活動をするように扱うのは危ないのではないかと思いますと質問があり、これに対し陸幕担当者が同意です、従いまして破壊活動とは区分して記載させていただいていますが、反戦デモだから危険なものかという指摘に関しては全くその通りだと思いますので、表現は考えさせてくださいと発言したことを確認いたしました。国田圭司君。当日の勉強会で今これ今この文章を見せましたけどね、これその通りだということはもう認めたと。で、鬼木副大臣はですね、前回の質疑で防衛省としての考えではないと即答弁されたんですね。この事態を示した瞬間にね。それには私驚きましたけど、三浦氏は当時陸上幕僚監部の防衛班長の立場で発言しています。三浦班長は反戦デモとしたと記した理由について、ここに書いていますように、2010年のウクライナの状況を挙げて、反戦デモがどのような組織の組成になっているのかわからないからだと正当化していたわけですよね。で、それを参加者から指摘されてまずいと気づいたに過ぎないということが今の話でお分かりいただけると思うんですね。で、また資料を再配布した翌2月5日の勉強会では、防衛班の富山武史氏が反戦デモの記述を修正改修するにあたり、我々陸自としましてグレーゾーンの事態というのは何が起こるかわからない事態だと想定しておりますので、他国の諜報員の方とかに先導されたデモというのがエスカレーションすることによって我が国の主権が脅かされる可能性があるという意図で使用していると説明しています。富山氏が2月5日の勉強会でこのように説明したことも事実ですね。はい、鬼木防衛副大臣。はい、現時点におきまして、委員ご指摘のように、陸幕から我々陸自としまして、グレーゾーンの事態というのは何が起こるかわからない事態だと想定しておりますので、他国の諜報員の方とかに先導されたデモというのがエスカレーションすることによって、我が国の主権が脅かされる可能性があるという意図で使用していると。との発言があったとの事実は確認できておりません。現在引き続き状況について確認しているところであり、準備ができましたら回答したいと考えております。委員長。国田圭司君。副大臣ね、この問題2つ私は出してですね、4月の1日に事態を説明されたしということを述べたわけです。
そのことについて説明に来た防衛省の方々は、いまだ特定できてないというお話で、昨日の夜10時過ぎまで特定できてないというお話でした。そこでですよ、私は言ったんです。この事実というのは、2020年の2月4日、2月5日、まず日にちが明らかだと。誰が述べているか、三浦秀彦さんと富山武史さんが述べておられる。そして内容も明らかにしている。だから極めてこの事実を調べようと思うと、特定された日にち、誰が、内容と全部私は明らかにしていて、片方2月4日の分だけはまあ話したけども、2月5日の分がわからないと。しかも4月の1日にそのことを明らかにし、4月の1日に要請し、ずっと待っていたけども来なかったと。この経過は全く不届きと言わなければなりませんし、4月の5日分が明らかにならないと不可解ではありませんか。鬼木防衛副大臣。2月の5日ですね。じゃあ国田圭司君、はい、これ言ってんねから2月の5日ですやんか。鬼木防衛副大臣。2月の5日につきましては、2月4日の記者勉強会でのご指摘を受け、修正した資料を再度配布したものであり、記者勉強会といったものではなかったと承知しております。その上で現時点においては、委員ご指摘のように、発言の部分省略しますが、その発言があったという事実が確認できていないということでございます。国田圭司君、本当不可解と思いません？2月の4日、2月の5日、お名前も特定し、どこでという話も特定しているということで、調べることができない。そんなね、防衛省って事実を特定することに5日も6日もかかってですね、たかだかこんな話の内容がわからんちなことはあるの？この本当に情けないと言わなければならないと、一言言っておきます。富山氏の発言は、反戦デモがエスカレーションすることによって我が国の主権を脅かす可能性があると、そこまで言ってるわけですよね。だからね、副大臣ね、デモの違いをいろいろこう言ってね、話こうそらそうとしてるけどね、話は明確なんですよ。反戦デモがエスカレーションすることによって我が国の主権を脅かす可能性があると強調して、グレーゾーンの事態に明示したことを当然視しているというのがこの問題の中心なんですよ。つまり防衛班の2人の説明は、反戦デモがいつ暴徒化するかわからない、テロと同じ危険なものだっていう防衛省の認識を端的に示しているものだと言わなければなりません。しかも反戦デモと記した修正前の陸上自衛隊の今後の取り組み、この間明らかにしたこれですよね。この文書、これはですね、この資料、記者勉強会以外にも使われた疑いがあると。我が党の新聞赤旗の調査で、2019年10月11日に行われた公益財団法人開港社の総会で、当時の湯浅陸幕長が講演を行っていることが分かりました。この時にも問題の資料を使っているのではありませんか。鬼木防衛副大臣。昨日通告いただきましたご指摘の資料について、現時点で確認できておらず、お答え、することは困難であります。いずれにしようせよ、陸幕の記者勉強会の資料に記載された反戦デモについて、合法的に行われている場合も含めて一様にグレーゾーン事態の例として記述したことは、誤解を招く表現であり、その意味において不適切であったと考えております。防衛省といたしましては、対外説明に際してこのような誤解を招く表現を使用しないことが重要であると考えており、正確で分かりやすい情報提供に努めてまいります。国田圭司君。
あのね、合法非合法っていう問題をね、今時言う話がありますか。反戦デモが非合法な場合があるのかと。そんなね、区分けしてね、話をそらしたりそういうことを見てるとしたらね、重大問題じゃないですか。反戦デモで非合法ってどういうデモなんですか。言えますか、そんなこと。言ってごらんなさいよ。じゃあ織木防衛副大臣。まあ、非合法ということは、その中で、暴力的な行為等がある場合には非合法を法律に触れるということだと思いますので、反戦デモ自体は問題があるということではないということであります。国田刑事君。話が全然噛み合ってへんというか、大体まとまってへんというのよう分かりましたわ。でね、昨日聞いたから分からんと。そんなことね、すぐ調べれば分かりますよ。これね、要するに開講者が発行する雑誌開講、これですよ、ね、2019年12月号、これを見ますとね、湯浅陸幕長は資料と同じ、これですね、陸上自衛隊の今後の取り組みと題する講演を行っていましてね、そこでグレーゾーンの事態について、これらは報道戦、テロ行為、扇動による反戦デモなど多様な形態がある。この事態の特徴は、国家が非常事態であると認識する以前に反戦機運などを高めて国家崩壊へ向かわせてしまう危険性があることなどであるとの述べてるんですよね。よろしいか。反戦機運などを高めて国家崩壊へ向かわせてしまう危険性があると、ここまで言ってるんですよ。だからこの内容からしましてもですね、岩佐氏が講演で修正前の資料を使っていたのは疑いないと。わかりますやろ。そうしかそのできへんわね。誰が考えたらわかるわけですよ。でしかも岩佐陸幕長はこの開講者の講演以外にも、例えば東京都防衛協会で2020年1月に同じテーマで講演しているわけです。鬼木副大臣、反戦デモと記した修正前の資料について、まあ、先ほど不備があった、まあ、不備があったというか、不適切だったと言いましたけれども、陸上自衛隊のトップ、陸幕長が、その修正前の資料を使って、あちこちで講演している疑いがあると、今、この開講という話も知らんと言ってはったけど、それやったらこういうことも知らんねえから、事実関係を調査して公表することはできますね。鬼木防衛副大臣。防衛省として、これまで合法的に行われる反戦デモをグレーゾーンの事態の一つとして位置づけたということはございません。したがって防衛省として反戦デモについて、そうした記述の有無を網羅的に調査する必要があるとは考えておりません。いずれにしても合法的に行われている場合も含めて、一様にグレーゾーン事態の例として記述したことは誤解を招く表現であり、その意味において不適切だったと考えておりますので、防衛省としては、こうした誤解の招く表現がないよう、正確で分かりやすい情報提供に努めてまいります。国田刑事君、質問に答えてないじゃないですか。私は開講者の話し合いをこうしてね、そしたら鬼木大臣は昨日の夜やったから質問が夜あったんで分からへんって言ったんでしょ。言ったんでしょ。これ知らんとまだ言ったんでしょ。それまで覚えてへんとさっき言ったことやんか。調べられへんかったって言ってんでしょ。鬼木防衛副大臣、昨日の時点で知ってたか知らなかったかというと知らなかったと、はい、そういうふうに聞いてへんですよ。これ知ってるかと、こんなことやってるのご存知かと私聞いたら、昨日聞いたばかりやから分からんって言ったんじゃないですか。そうでしょ。はい、堀木防衛副大臣。そうです、存じません、はい、何をこうもたもたして
だからだとしたらこういう話、このね対抗というその文書の中にそういう説明をしてると、陸幕のトップがやってると同じことを言ってるとね。でしかもその内容がですね、いわば修正される前の期日でやってるんだろうと。でそうするとね、しかも私は今言ったように他でもやってると。でそれを事実かと聞いてるわけです。分からんのでしょ今のところ。分からんのやったら、しかし重大だからその時点では修正前のやつをやってる可能性があると、だから調べたらどうやと言ってるわけです。調べますな。織木防衛副大臣。防衛省として、これらの合法的な反戦デモをなので、グレーゾーンと位置づけたことはありませんので、したがって、そうした記述の網羅を具体的に行う必要があるとは考えておりません。申し合わせの時間が経過しておりますので、ご協力お願いいたします。協力してるんですよ、はいはい、あっちが協力してるのはあっちなんですよ。だって2020年の2月にやった話もこれしてたんじゃないですか。私ね、その前に2019年にやってるじゃないかと。そしたら修正前のでやってることは事実じゃないですか。日にち言うてんのよ私。2020年の2月4日出したんでしょ。で5日に修正したんでしょ。ところが陸幕長は2019年にやってると、と修正前にやってるしかないじゃないですか。その事実関係を聞いてるのに話別なとこしたらあかんよ。あんたってあかんけども、はい、すでに持ち時間が経過しておりますので、はい、ですからこれはきちんと公表すべきだと一言言ってくださいよ。調査しろと。織木防衛副大臣、答弁ご簡潔にお願いいたします。防衛省としては合法的に行われる反戦デモをグレーゾーンの事態と位置づけておりませんので、調査する必要は考えておりません。最後あります、はい、じゃあ最後一言も短く、はい、もう時間経過しておりますので、あまりにもね、はい、それはね、ほうけてるよ、ほら、このね、このデモにはね、資料にはね、反戦デモに加えて報道、グレーゾーンの事態って明示されてるわけですよ。しかし、反戦デモの報道や報道はね、憲法21条で保障された表現の自由ですよ。反戦平和の主張をテロと同列して敵視することは、憲法19条の思想、良心の自由を侵害する行為と言わなければなりません。それを陸上自衛隊のトップの陸幕長が先頭に立って懸念していると、まさに憲法に抵触する重大問題だということを改めて指摘し、調査を要求します。以上です。